はい、8月も8日になりました。御殿場人見チャンネルの時間です。今日もよろしくお願いいたします。こちらは新見市新見、大池邸の内蔵ギャラリーのスタジオから今日もお送りしてまいります。今日もゲストをお迎えしております。今日は新見市新郷町から来ていただきました。木と布のカントリー工房アトリエ歌手歌集の柿上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は柿上さんと30分、はい、話をしていただきたいと思います。で、柿上さん、早速ですけど、はい、明日が新見のねお祭りだったんですけど、台風の直撃を受けて。そうなんですよね、残念ですよね。先ほど中止が決まりましたので。なんか結構久しぶりの中止らしいですね。でしょうね。もうここのところは中止あんまりなかったらしいですけど、はい、もういよいよ新見も明日台風の直撃コースに入ってるんで、うん、まああんまりね大水が出たり災害がないことを祈りますけど、はい、そんな新見から今日もお送りしてまいります。で、柿上さんとは、はい、僕ちょこちょこなんか会ってましたよね、はい、お店してから。そうですね、はい、何かとなんかいろんなイベントの時には顔だけ合わせてたんですけど、はい、何をやってる人かっていうのをもう全然知らなくって、で最近ちょっとねある人から紹介を受けて、歌手歌手の柿上さんだというのを聞いて、でちょっと番組出てって言ったら、今度ノアさんでイベントするから、じゃあおいでよって言われて、はい、で先週ですかね、8月の2日に、はい、恋学部のペンションノアさんで柿上さんがされたイベントを取材に行かせていただいて、今日につながっていると、はいはい、そんなところです。でまずじゃあ先週の土曜日、恋学部の方でありました、ちょっとイベントの VTR 見ながらちょっと話を進めていきたいと思います。はい、はい、8月2日土曜日のペンションノアさんです。でこのペンションノアさんの、このどういったんですかね、ウッドデッキみたいなテラスで、はい、アートクラフト体験、アート&イート、アート&イートですね、はい、ラブ&アート&イートですね、はい、というイベントをノアさんと一緒にされたんですよね。はい、はい、で僕がお邪魔したのは午後からなので、ここではアートクラフトということで、机と椅子を杉の木で作るイベントをされてて、はい、でその時ちょっとお邪魔したんですけど、この真ん中にいろいろ動いてて柿上さんです。そうです、はい、この日なんか女性ばっかりですね。ね、僕以外は全員女性でしたね、はいはい、でこの日は11名の方が参加と聞いたんですけど、はい、坂本さんすごいね、この女性の方がみんな木工やってるんだなんか昔ね、こういう大工仕事っていうとお父さんがやるような感じのイメージだったんですけど、この日はもう全員奥様連中がされてましたけど、はい、この辺はあれですね、貝を貼り付けて。そうですね、はい、女性ならではの、はいはい、作業ですけど、なんか楽しそうにね皆さんされてたんですけど、こういった取り組みは今までもされてきてたんですか、いろいろ。そうですね、今までも小学校の、木工教室だとかね、公民館の木工教室だとか、司会活動ですね、はい、で多々呼ばれてまして、一番大きいので150人とかありました、ね、この日も結構ね、参加料はリーズナブルな、はい、3500円とかでしたよね、はい、椅子がちっちゃいの2000円でね、はいはい、で実はあれテーブルじゃなくてロングベンチなんです。あ、ごめんなさい、そうです、そうでした、ベンチ、ベンチだったんですよね、はい、ベンチとそれからちっちゃい椅子、はい、椅子と、はい、作られてたんですけど、でもね、なんかある意味ちょっと普通じゃないような光景でしたね。女性の方がもう皆さんもこう、あれは大体木材は杉の板は柿上さんが大体部品は用意してて、はい、最後の仕上げだけそうです、組み立てとそれから最後の仕上げと、それから貝を張る部分は皆さんでやっていただく、はい、だからなんかノコギリでギコギを切ったりとか、そういったところはないですね、ですね、はい、今回は、はい、でもなんか楽しそうにね、うん、皆さんされてたんで、ああこういうのもあるんだなと思って、うん、で全員女性やからねそうですね、最近ちょっと DIY とかで女性がこういろいろ手作りしたりとかするの流行ったりとかしてるみたいなので、うん、そうですよね、はい、なんか今まで
なんか男の楽しみだったのが最近はもう女の人の進出が、うん、いろんなところでもあれ、はい、まあそんなあのイベントだったんですけど、このねやっぱりペンションノアさんでやるっていうのがいいんでしょうね、そうですね、この中でね、でテラスでここは特にね夏涼しいんですよ、はい、今日も行ったんですけどね、全然下界とは雲泥の差でね、うん、2度ぐらい違うんですよ、やっぱりなんかね環境がいいところでね、うん、まあこういう楽しみができて、ポニーもいますし、ね、で後半はそうですね、ランちゃんですかね、あのポニーがねここに顔を覗かしてでも馬が来てもポニーが来ても皆さん一生懸命なんかあの、うん、作品作りに、ね、没頭されてましたけど、まあ、もうみんな一生懸命ね、本当一生懸命でしたね、うんうん、これね最後貼ってるのね奄美大島のね、はい、貝殻なんです、あなんか言われてますよね、これ奄美の貝殻っていうのは富田さん、あペンションの あの富田さんが前住んでいらっしゃって、はい、それで拾い集めたものを引っ越しの時に持っていらっしゃって、で今回提供していただいて、あそうなんですか、それをみんな貼り付けて、じゃあもうオリジナルなものができて、そうですね、よかったですね皆さん、で出来上がったのが、まあ、これがベンチですよね、はい、すいません机じゃなくてベンチ、貝殻が貼り付けてあります、こんな可愛いねベンチができたり、これはちっちゃい方は一人掛け用室ということで、はいはい、これは11人全員じゃないけどなんか皆さんで参加者の、ね、はい、写真撮られて、はい、楽しい会でした、で、この日はラブ&イート、ラブアートイートですね、ラブアートイートですよね、はい、で、自然とラブするということで、これは午前中はなんか工学部湿原に皆さんに散歩行かれて、はいはい、という写真も、これあの柿上さんの柏屋さんの、Facebook の方からちょっといただいたんですけど、はいはい、こういうイベントをされて、ガイドさんを雇って、うん、あのガイドさんがたまたま僕の高校の時のね歴史の先生だったんです、ああ、で奇遇にもね、はい、でお会いして、はい、その方はすごくあの教え方が丁寧なものですからね、はい、だいぶ皆さん勉強されて帰られたようですね、こういう学校静江にはこういうあの花があの長くなったら咲くんだよとかいうのを解説を受けながらずっと歩かれてます、ね、特にね今回はあの花が少なかったんですけども、ちょうどね食虫植物の時期に入ってたから、モウセンゴケだとかね僕らも知らないちっちゃなねそういう食虫植物があったりね、羊草、羊草だったかなと、あの純菜の違いだとかをね、はい、教えていただきました、あ、じゃあ貴重な体験もして、で、バーベキューをノアさんでお昼はみんなで食べて、はいはい、で昼からよし作るぞっていう感じで作って、もうバーベキュー食べた時点で皆さんもう終わったというふうな気持ちでいらっしゃいましたねでも僕が行った時なんかもうみんな一生懸命シャカ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 やって、もうすごい元気で元気いっぱいでしたけど、バーベキューが実際はねあのステーキ肉だったり、はい、エビが丸々出てたり、焼き鳥があったり、焼き鳥丼があったりね、野菜も焼いてくれたりでね、はい、結構な量があったもんですからね、お腹いっぱいあってね、はい、私も工学防湿源歩いた後にそこあの食べたもんですからもう眠たくなってねもうそんな感じしなかったですよ、そうですか、なんか一生懸命やってるなと思って、お腹いっぱいでも、よっぽど作りないんだなと思いますけどすごい勢いでみんな頑張ってやってたから、あの日はねたまたまね気温が低かったんですよね、工学防湿園もねすごくあの涼しいしね、ちょっと曇りだったんですよね、はい、あれ多分30度あったら皆さんもバテたと思いますね、あの時点で、そうかそうか、はい、で今回はあのラブアートイート、アートイートということで、イベントをされたんですけど、なんかこれをあの皮切りになんかノーさんと、はい、またいろいろ計画があるというふうに、はい、そうですね、はい、お聞きしたんですけど、はい、どんな感じで展開をされていくんですか。次回は10月の11日の土曜日に今度はワンちゃん大好きな方たちを集めて、はい、ワンちゃんのしつけ教室と、それからワンちゃんと一緒に食べる食事と、その後にクラフトでワンちゃんと一緒に遊べるものを作ろうという企画を考えています。でクラフトというのがさっきあのベンチ作ってましたけど、柿上、はい、さんがやってるその木工で、競技用の、はい、ワンちゃんの競技用の何かを作ろうと、例えば競技用、ワンちゃんの競技用というと、
そうですね、いろいろあるんですよね、トンネルがあったりね、はい、それから階段があったり、シーソーがあったり、ハードルがあったりね、それからあのジグザグに走る、はい、あのランダツとかね、あるんですけどね、そんなもんが作れちゃうんですか。それを自分たちの手で作っていって、はい、でお家に帰っていって、ワンちゃんと一緒に楽しもうという企画を。自分の庭に置いて、はい、ちょっとあの自分のワンちゃんのトレーニングに使うような、はい、なんか人間のサスケのワンちゃんバージョンみたいな、いいですね、家で頑張って作るっていう感じですか。そういったことをノアさんと一緒になんか食べ物を食べて、で、まあ、今度は、恋学坊を自然をみんなでいろいろ回ったところが今度ワンちゃんに変わったり、そうですね、な食べることとその、かけるさんの木工のアートのところは一緒で、それそれになんか違うようなものを、そうですね、毎回そのラブな部分だけを 何々好きとこう変えていって少しずついこうかと考えてます。大体じゃあ、あれですか、あのワンクールに1回というか、今回夏やったら、ワンちゃんが今度秋だから、そんな感じですか。まあ、一番いいのはあの春夏、あ春秋ですね、季節のいい頃ですね。冬はね、冬はね、さすがにやっぱりあの信号も鉄製もか、あの雪が、深いですね、冬はね木工できない理由があってね、木工ボンドがね固まらないんですよ、はあ、白くなったまま、あ乾かない、そう乾かないんです。あで それがあってね、気温が低すぎるとね、あ外でやると特にねそうなってしまうんでね、木工はどっちかって言ったら、うん、まあ、やっぱり春秋が一番いいですね。なるほど、汗かかないし、まあ、そういったあのイベントもされる、柿上さんということで、その、まあ、柿上さんの最近の活動から、先週土曜日ちょっとお邪魔したので、そこをちょっとあの紹介したんですけど、実はあの一番最初に木と布のカントリー工房アトリエカシュカシュさんということでご紹介したんですけど、ちょっとね、取材の代わりがけにあのご自宅というか店舗の方を取ってきたんですけど、アトリエカシュカシュさんということで、なかなかねいいお家ですよね。ありがとうございます。いいお家ですよね。これはね言っていいんかな、あの信号にね西川さんっていうねログハウスビルであげるんですよ、はい、でその方 に作ってもらって、あそうなんですか。で2年間かけてねドアと窓と内装を自分たちで作って、はい、いうあの、はい、ものでございます。僕ねちょっとある人から、あ違ってたんだ、あのこのお家は柿上さんが自ら建てたと聞いたんですけど、あ全部建てたわけじゃない、全部じゃないです、骨組みと土壁は塗ってもらって、はい、窓とか内装を、内装をやりました、はい、なんかすごいんですよ、柿上さんって家まで建てたんですよ。そうそうなんだ、やっぱりログハウスビルダーの専門の方に外は建ててもらって、はいはい、でこの、ね、右の方にちょろっと映ってますけど、このお家の奥の方になんか小屋があって、ここはなんか柿上さん専用の作業場ですね。作業場と、はい、研究所と名前つけてます、ですよね、なんかちらっと見えましたけど、はい、で聞いたら柿上さんはここで作業やってて、あの奥さんはこの母屋の方で、はい、やってるって、そうですそうです、なんか全然大きさが違ってたんですけど、奥さんメインみたいな、いやいや、あのやっぱり木くずが出るんでね、それから大きい音するもんですから、はい、あのそれなりの大きい作業場がないとね、はい、できないんですよね、はい、部屋の中でね。昔あの倉敷にいた時に名前を挙げた時に、実はアパートの一室でやってたんですよ、はあ、木工、はあ、で家内は隣の6畳の部屋でミシンやってて、僕は隣の6畳の部屋で木工やってたんですけども、周りの人に謝ってちょっと夜遅くまでするけどごめんよと謝っといてやってたんですけども、さすがに絨毯の上に大がくずが5センチぐらいずっと溜まってて、引っ越しの時は大変でした、はあ、それで、今のあのアトリエはもう20年ぐらい前と聞いたんですけど、 そうですね、その頃に立ってて97年に名前倉敷で名前挙げて、はい、来年で20年ですね、はあ、でじゃああのお家が建ってから20年なんですか。いやいや、あの家はね実はねまた建って、9年、ね、まあ、そうなんですか、はい、借家住まいだったんですよ、こっち来た時にまだ、はい、じゃあ あのお家が20年じゃないんですよ、じゃないんですか、まだ9年ぐらいなんですか。そうなんですよ、古っぽくてね、なんか古民家再生みたいな感じなんですけどね、まだそんな感じなんですよ。なんかいいお家だなというのと、それとあの例の水車があるじゃないですか、信号の親子孫水車の、はいはい、なんかあの近くっていうふうに聞いてたけど、あの近くは近くなんですけどね、芸備線の踏切渡ってね、
ちょっと山の中入ったところで、ね、なんかいい感じなところなんですよね。周りに家がないし別荘みたいな、ね、本当よくこんなところにこんな建物がみたいなね、山の中に。アトリエカシュカシュはね、フランス語でそのかくれんぼだとかいう意味があるらしくて、子供の言葉でね。で、できれば僕らもその国道沿いにあるような、はい、ショップを考えているんじゃなくて、もう少し入ったところでみんなに息抜きに来ていただけるような軽い感じで作ったもんですからね。いやでも本当隠れ家みたいな、立地が隠れ家あの芸備線の踏切渡ったところから何もないですもんね。そうですね、何もないですね、出るのはお猿さんだけですね、あそこはね。なかなかね、いいところに、はい、あのご自宅兼作業場兼店舗があっていいなと思いましたけど、はい、というでね、本当はあのお店の中というかね、あのこだわりのなんか窓があったりとかいうんで、ちょっとね取材もしたかったんですけど、当日は奥さんも娘さんも一緒にあのノアさんの方で出張イベントをされてたんで、はい、僕が行った時にはクローズドになってたから、うん、また一回寄らせてください、はい、どうぞどうぞということなんですけど、まあ、外見だけなんですけど、で、まあ、この辺からちょっと後半入ってくるので、まあ、あのちょっと話題的には今の話の続きになるんですけど、カシュカシュのカシュカシュはまあ20年、はい、で今のあのお家ができてから9年って聞いたんですけど、はい、僕もあの先週の土曜日お邪魔しただけなんですけど、普段というか、はい、あのまあ、さっきもちょろっとね、あの木工の子どもの木工の手伝いとかって言われてたんですけど、大体どんな活動というかどういうことをされてるですかね。まあそうですね、お客さんからの注文を受けて作る数が一番多いですね。それからまあ、はい、クラフトもの教室もやりますし、うん、プレゼント商品なんかも作りますし、こちらから商品を提供していって、道の駅も一つ置いてはあるんですけどね、小岩久保さんに、はいはいはい、そういうところに出店したり、それからあの県内に出て行ってフリーマーケットに出て売ってみたりもしてますね、はい、でも大きいものちょっとね、この番組始まる前に聞いたんですけど、大きいものはって言ったらウッドデッキって言われて、あ、はいはい、でその辺からで、あと家具もやるし、はい、で今ちょろっと持ってきてもらってるんですけど、はい、この辺の小物とか。そうなんですよ、はい、これは、まあ、ハートのケースですね、はい、これは、バレンタインの時にチョコを入れて送るように。これひょっとしたら奥さんとのコラボなんですか。そうですそうです。だからこの、杉の木のここは、あ、私が作って、いいんですよ、それ。で、ここ の, あのペイントというか、はい、色付けとか絵描くのは奥さん。そうです、で、すごい、これが家内の今、バッグ、それから、これが一番のうちの定番商品で、売れ筋のテディベアのトレイですね、はい。これがね、絵じゃなく、これも、絵を描いてるけど、これは布が貼り付けてあるんですよね。だから、この辺は奥さんが布とペイントの。というところで夫婦でこういうふうにね、共同作業。これはね、20年前に偶然作ったのが、いまだにこれがね、あの贈り物としてよく出ていくんですよ。で結構値段聞いたらね、手頃なお値段なんですよね、これがいくらでしたっけ。これ4900円です。4900円よ、この手作りで。プレゼントされる方って、あのこの方は3000とか、この方は5000っていう枠があるみたいでね。でその枠に合わせたものを、ご予算に応じて、はい、もちろん、はい、それを作ってます、すごいかわいいですね。ありがとうございます。なんか聞いたら、まあ、こういう小物からウッドデッキから、なんかドアの修理から、なんか何でもやるんですね、うん、何でもします。大工仕事もに近いようなことまで、そうそう、あ、そう、ここにも一つ持ってきてるんですけど、これね、アロマオイルのアロマの先生がご注文いただいたものでね、まだこれペイントをしてないんですけどね。あ、これにまだペイントが、はい、これからね、ちょっと重厚なペイントにしなきゃいけないんですけどね、あとこんなもんとか、ね、60本アロマのオイルが入るケースです、すごい。だこのベースの外 の, あの木のところを旦那さんがして、はい、そのペイントとか、それそういったところを絵付けを奥さんがする、はい、そうですね、よくできてますね。さすがにね、こういう技術的なことは男がするんですけども、デザイン的なことは女性がする方がね、うん、
あのバランスがいいんですよね、最終的なのは。それはそうだと思います、あの影さんやっても売れません、ありがとうございます。やっぱりこういうのがね、やっぱ女の人に受けるんだろうな、うん、色合い、スライド式とか、かわいいと思います、まあ、職人は職人でこういう仕事やって、ね、アートのところは奥さんがやって、まあいいじゃないですか、バランス取れてて難しいんですよ、あの話し合って作るっていうのは、なかなか一つ一つの個性がね、やっぱりぶつかり合いますからね。ああ、でもあんまりデザインとか絵付けのところは旦那さん口出ししないでしょ。奥さんにお任せで分業でって言われてたから、はいはい、それでもぶつかるとこあるんですか。ぶつかられることはありますね。ぶつかってこられることはありますねもうちょっとこうしてよとか、そういう注文はありますね。僕から言ってしまうといろいろと支障が出ますのでねということは、あのお店行くとこういう奥さんの、あのまあ、ペイントのところでは旦那さんとコラボの仕事で、あと布とこれ革ですけど、こういった小物は奥さんがいろいろ作られて、はい、でそれがあの森の中に隠れ家のようにあのおしゃれなお家で、なんか理想ですね。そうですかね。そうですかね。そうですかね。人から見るとね、優雅そうに見えるんですけどね、うん、本人たちは一生懸命水の下でこうバタバタと漕いでるんですけどね。まあまあ、その辺から、はい、まあ、これからのことになるんでしょうけど、でどうなんですか、お店っていうといろんなところからやっぱりあのホームページ見て来たよとか書き込み見たら、はい、結構遠くからも来られてるみたいですけど、はい、いらっしゃいますね、はい、県外、東京だとかわざわざ滋賀から来られたりね、はい、一番遠くはニューヨークからいらっしゃったり、ニューヨーク、はい、家具のバイヤーさんをある方が連れてこられてね。いや、すごい、じゃあすごい大繁盛じゃないですか。いやいやいや、耳だけじゃなくてもう全国から売れてはないですけど、ね、あ、そうそう、あのお箸はアメリカまで来ました。へえ、これはさっきあの話せなかったんですけど、桜のお箸があるんですよ、はい、シャーロック・ホームズのファンクラブの方からあのイギリスへ20銭送ってくれと言われて、はい、焼きペンで書いてね、一個一個作って送ったらアメリカまで行って、アメリカの編集局のから令状が来たというね、おととし。じゃあな、全国じゃない、全世界相手に商売してるんじゃないですか、いい信号で。とんでもないです。すごい。ご注文があった時だけでね。まあなんかその辺が難しいところですよね。そうです。あの、はい、こういったものをなりわいにしていくというのは、なんかあの刺さる人というか興味持ってくれる人にはすごい、もうそれこそ東京からでも滋賀からでも行ってほしいなというけど、全然興味ない人は全然ね、うちのお客さんね、 90% 以上が女性なんですよ、はい、で男性がいらっしゃって杉の木のもので木工なさってるっていうと、あの和のものを想像されるんですよ、はい、例えばあの茶卓だとか、はい、あの和 の, あの杉の木の根っこで作ったような置物だと想像されるんだけどもね、うちにいらっしゃって可愛いものが置いてあって、ちょっと拍子抜けされる方が多くてね、男性の方がね。で、まあ男女でいらっしゃると大体は女性の方があのずっと長居して、男性は外でフラフラしてるってことが多いですね。でも逆に時代にやってるんじゃないですか。今もう女性がそれこそあのさっきのね、はい、木工の体験教室やっても男性より女性の方が多いとか。で奥さんがやってるこういうかわいいもので木のぬくもりというのはなんか女性も受けるだろうし、うんうん、かつてはそれこそ木工は男のね、もので、であの木曽とか飛騨のなんかああいうほら和のものろくろ回せみたいなだったのが、はい、だから今逆にこれからなんか柿植家の時代が来るんじゃないですかね。どうでしょうかね。できるだけあのやっぱり女性に好まれるようなものを作り続けたいっていうのが私の心情ではありますね、はい、どうですか今日こう作品見てて、かわいいですね。やっぱりこうなんか木なんですけど曲線があってなんか柔らかい印象だったりですとか、この横がちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここハート型になってるんです。なんかこういうとこがこう、まあ、女性の心にすごい響いてるんじゃないのかなと思います。東京にいた頃にね、アメリカからカントリー雑貨が入ってきてたんですよ。でそれを見てた時にね、あの赤毛あのアン、はい、とかそれからハートを切り抜いたりラインをこう
なみなみ切ったりモールディングっていうんですけども、それをする技法を見てたもんですから、うん、でハートはもうカントリーが定番だったもんでね、うん、今ではちょっと変わってきてはいるんですけどね、うん、でこういうふうなハートの取っ手を つけていったら女性に好まれるようになって、いまだにそれをやってます。そうか、カントリー雑貨、ね、カントリー工房、カントリー家具なんだ。もともとはカントリー雑貨なんですよ。あ、ね、そうですよね、障害の時に木と布のカントリー工房だから、はい、そうか、カントリーなもの、はい、だからアメリカのそういう、西部の片田舎で昔からあった、まあ、西部だけじゃないですよね、うん、あの赤毛はあもそうだけど、そういったものが中心なんですよね。そうなんですね、それがだん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 こうオリジナリティ化してきて、うん、ちょっと普通のカントリーとは違うよねと言われながらも20年、うん、独自路線を走ってるって感じですね。東京にいた頃はというと、東京で最初はされてたんですか？そう、第一作目は東京でしたね。あ、もうじゃあ掛家さん最初からまあこういったものを生業に、あの作家というか、うん、でずっと今までやってこられてる。頭の中にはね、何かがあったんですよ。東京行った時にね、はい、帰って行ったら何か工房したいなという気持ちがあった時に、まず道具慣れをしようと思って、はい、あのまあ、こう DIY ショップやホームセンター行って道具買ってきて使ってたんですよ、はい、で実際にこっち帰ってきて、あの 大工仕事しながら、うん、で慣れてきて、で趣味でこれを始めていって、周りのお客さんからあれ作ってこれ作ってって言われてるうちにこうなってしまってね。え、じゃあ元は大工だったんですか？広告業を東京の時やってて。あ、広告業やってたんですか、はい、広告畑にまた私。あ、全然違うところから、で道具慣れしようと思って こちらで片枠大工して道具慣れしていって、大工はじゃあ一つのステップアップのための道具慣れするため。そうそうそうですね、はい、で家具の工場に何ヶ月か行って、その家具ができるまでを見て、最初は広告代理店かなんかに。そうなんですよ。あ、全然違うんですよ。広告畑でいたんですよ、全く。そうなんですか。で元学校がねアニメだったもんですから、はあ、家具絵もねちょっとアニメっぽいんです。あ、それでフェイスブックがランちゃんなんだ。そうですね。そうなんですよ。ああ、そうなんですか。はい、ああ、そうですか。そういうちょっと異質な経歴を持ってるんですよ、まあ、話聞いてみてやっと分かる。そうです。で今こういうあのカントリー工房でずっとせがされてどうなんですか、まあ、夢が叶ったような感じなんですか？いえいえ、まだまだ全然ですね。これから、これからですね。これからまだ、そうですね、山で言うと3合目ぐらいですね。でじゃあこれが登る山というのは どういった山なんですか？急な山でしょうね、おそらくね。いや、まあ、その、ね、斜面の急さじゃなくて、なるほどね、うん、やりたいこと。あ、だからこの木工の世界で今やられてて、ね、はい、9年前にね、あの立派なお家が建って、なんかもう夢が手に入ったような感じが僕ら勝手にしちゃってるんですけど、いやいやそうじゃないよというと、うん、どうなっていくのかなというところが、あの3年経った時にね、3年経ったら大体もう技術者として成熟するんだろうなと思ってたんですよ。ところが3年経っても、3年経ったら3年経ってで、次の3年がまたあって、でそのもう次3年経つと次の3年というステップアップが技術的にもデザインにも必要だなという感じてて、あ、そうか、もっといい作品を作りたい。そうそうそうですね。そこからその話ですね。もっとあの変わったものができないかとかね、そういうふうな山を見ていってますね、おそらくは。てっぺんがないんですよ、だから創作活動のとしてもっともっと先が見えてきちゃってると。そうそうそう、もっといいものを作りたいという、はい、あ、そっちの方なんですね、だ木工というのは箱だとか皿だとかにこだわられないようなものですね。今目指しているのはちょっと別なものを考えてはいるんですけどね、その、まあ、今まであるものからにプラス何かをしていこうというふうなものを考えてて、それが成功するかどうか分からないですけど、まあ、ちょっとそれに向かってちょっと目標を作ってね。ちょっと具体的に言うと、今まで作ってた皿とかこういうものじゃなくて、そうですね、あの目に見えないものですね。木工で目に見えないもの。木工で目、これはあの確か目に見えるんですけどもね、はい、五感で感じられるものをね今ちょっと考えてるんです。触るもの、使うものじゃなくて五感で感じられるもの、例えば味だとか匂いだとかね、見るものだとかいう音とかね。それを木工で表現するんですか？はい。
すごいね、見えないものを木工で、木切って物体ですよね。はい、なのに見えない木っていうのは、ちょっともうちょっと分かります。見えない木というかね、例えばこの間作ったんですけどもね、カホンっていうね、叩いて音を出す椅子があるんですよ。はあ、そういうのは、まあ、音で感じるし、それからこういうものだと香りを閉じ込めていって、いろんなものを香り楽しめるだとか、それからそうだな、目の見えない人にとってはこれが木であってあったかい感触、感触が伝わるとかね。なるほど。作るのは木工の今までと同じようなもんなんだけど、うん、それに付加価値としてそこから音を奏でたり、そう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 、香りがしたり、はい、あとはこの感触で今までないような、そういったものですね。そうですね、わかりました、はい、そのためにやっぱりね、いろんな方からの技術だとか知識だとかを吸収しなきゃいけないんですよね。なるほど。自分たち木工だけじゃ絶対それが叶わないんでね、いろんな方向にこうアンテナ伸ばしていって、全然異業種の方と話をしていって、うん、知り合っていって、そこからヒントを得ていくっていうふうなことを今現に始めております。なんかあれですね、木工職人からアーティストのところ、いえいえ、一番でも最高に行き着くのは使っていただく方が快適に使っていただけているものづくりですね。それが最後ですね。まあそれが一番あれですよね、使う人のために何やるかっていうのが、ほらと言ってたらもう6時半過ぎちゃったんですよ、あっという間にということで、もう大体この番組6時半なんて終わることになってるんで、ちょっとこの話の続きはまた、はい、お邪魔して、はい、お店の方にまた奥様の話を聞きながら、また次回もじゃあ、はい、一度また出てください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまだ来週は来週誰だったっけ、そうだ、東京から杉本さんが、はい、去年年末に出てくれた、東京二味会の杉本さんが帰省でね、お盆の帰省で帰ってこられるんで、うん、杉本さんが来週出てくださいます。じゃあ今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。御殿町新見にはどこか懐かしい、ふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。そうなんです。31分、新名物醤油だれの和そばの焼きそば、お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。